12級に合格しよう。こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。シーターが0度から90度の範囲で、サインシーターが4分の3の時、次の値を求めなさいということで、コサインシーターとタンジェントシーターを求めさす問題なんですが、まあよく出るんですね、この問題。じゃあサインシーター、コサインシーター、タンジェントシーターのどれか1つが分かれば、他の2つの数っていうのは分かるんですね。で、今回はたまたまサインシータが分かってるわけですが、そこからコサインシータとタンジェントシータの値を求めなさいという問題です。じゃあ、公式が3つあるので、それを覚えてしまうと、もうこの問題はすぐに解けるようになります。じゃあ、三角比の相互関係という公式になるんですが、3つあって、1つ目がタンジェントシータがコサインシータ分のサインシータ、2つ目がサイン2乗シーターたすコサイン2乗シーターがイクオル1、3つ目が1たすタンジェント2乗シーターコサイン2乗シーター分の1ですね。で、これもうめちゃめちゃ出るんですが、なかなか最初って覚えにくいんですね。なので今日はもう特別に覚え方をですね、一緒にやっていきましょう。まず1番目、タンジェントシーターがコサインシーター分のサインシーターなんですが、タンコブサイと覚えてください。もうあのタンコブを作る祭りですよ。なんかうわーって祭りですよ。祭りでもうその辺の人とガン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 ってやるタンコブを作る祭りだと思ってください。じゃあどうやってこいつとこいつが関連づくんですかっていうと、タンっていうのはタンジェントシーターのことです。コっていうのがコサインシーターですね。ブっていうのが分の、サイっていうのはサインシーターです。なのでタンコブサイなわけですね。はい、覚えやすい。すいません、ちょっと興奮しちゃってね。はい、では次2つ目なんですが、サイン2乗シーターたすコサイン2乗シーターが1。これどうやって覚えればいいかというと、しめじと小さじは1って覚えればいいんですね。しめっていうのがサイン、し、SI のしですね。じっていうのが事乗です。となのでプラス、コサっていうのはコサイン、じっていうのが事乗です。は1ですね。イメージするために今日ね、買ってきました。スーパーとかでね。はい。まずしめじ。これしめじですね。ぶなしめじを買ってきました。今日はね。このしめじっていうのと、小さじ、大さじ小さじの小さじですね。これ小さじ、これを合わせると1になりますよっていう覚え方なんですが、なんでじゃあこのしめじと小さじを合わせると1になるのっていうと、ちょっとね、テープでくっつけてみました。はい、これしめじと小さじです。これをこう横向きに見てあげると、ほら1の形してません？こうヒュッヒュッっていう形でね。なのでしめじと小さじが合わさると1になるよっていう風に覚えると、もう一発で覚えれます。ちなみにこのしめじはね、この後ね、スタッフの皆さんとね、美味しくいただきますので、まあスタッフ私一人なんですが、美味しくいただきますということで、しめじと小さじは1で、最後のこの3つ目、1羽の単生地は小さじを逆に持つ。いや、なんやねんって思うかもしれないんですが、まあ、まずね、1っていうのが1、和っていうのが和って意味で足し算です。で、単っていうのがタンジェント、木は無視してね。で、字っていうのが事乗です。で、和イクオール小さっていうのがコサインですね。で、字っていうのが事乗です。じゃあ小さじっていうコサイン事乗シータを逆に持つから逆数になるわけです。1和の単記字は小さじを逆に持つっていうふうに覚えればいいわけです。じゃあこの単記字って何ってお話なんですが、鳥の記字っているじゃないですか。こう記字ですよ。で、記字を今日買ってきたかったんですけど、ちょっとなくて。はい、代用品ね、これね。いやいや、鶏やんけって思うかもしれないんですが、もうこれ記字だと思って、鶏じゃなくて記字です。ちなみにこれ鳴くんですね。はい、ということでね、これ生地です。この生地にタンっていうのが、ベロのことです。これベロ作ってきたんですけどね、ベロ、これタン、ね、このタンと生地が合わさってこんな風にタン生地になるんですね。これタン生地ですよ。じゃあこのタン生地、1羽のタン生地じゃないですか。1羽ですよ。1羽のタン生地が小さじを、この小さじを本来はこうやって持つんですが、逆に持っちゃうんですよ。こういやいや、もう何やこの短生地みたいな。
逆に持ってるわけですね。これで1話の単記事が小さじを逆に持つということです。これで覚えれますね。じゃあこの公式を覚えたとしてどうやってこの問題を解くんですかっていうことなんですが、まずサインシータが分かっているときにコサインシータを求めていきましょう。じゃあこの3つの公式を見たときにサインとコサインの関係は2番目、しめじと小さじは1ですね。この公式で求めていきましょう。さあここから答案になります。丸1番、しめじと小さじは1よりサインシータに4分の3を入れてあげましょう。じゃあサイン2乗シータっていうのはサインシータが2乗されているものなので4分の3が2乗されているっていうことになりますね。これ計算すると四四16分のサザンが9プラスコサイン2乗シータがイコール1ですね。16分の9を移項しましょう。するとコサイン2乗シータは1マイナス16分の9になって16分の16から16分の9を引いてあげてコサイン2乗シータは16分の7になりますね。でシータが0度から90度の時コサインシータもタンジェントシータも、まあ、サインシータもみんな正になるわけです。まあ、それはそういうものだと今思ってください。シータが0度から90度だったらみんな正、サインもコサインもタンジェントもみんな正なのでコサインシータは正なので本来は2乗取ったらプラスマイナスが出てくるんですがプラスの方だけが採用されてコサインシータは4分のルート7になりますよと。ですのでまず丸1番の答え、コサインシータは4分のルート7です。次タンジェントシータ行きましょう。では、今サインシータの値とコサインシータの値が分かっている状態でタンジェントシータを求めたい。使える公式は1番か3番になるんですがコサインシータが分かっているんでね。でも3番って使いにくいじゃないですか。2乗があるし逆数になってるし。なので1番を使いましょう。タンジェントシータはコサインシータ分のサインシータという。はい、ではタンコブサイよりコサインシータにさっき求めた4分のルート7を入れてサインシータに与えられた4分の3を代入しますよ。タンジェントシータは4分のルート7分の4分の3になりますね。ではこれどうやって計算するんですかというとこれ分数なんだからこれ分母分の分子なので分母分子に同じ数かけていいですね。ですので分母分子に4をかけたと考えましょう。するとここポンポンと約分されてルート7だけ残りますね。同じようにここポンポンと約分されて3だけ残りますね。で次に有理化をしておきましょう。分母分子にルート7をかけてあげてルート7をかけてあげてすると答えは7分の3ルート7になりますね。ですのでタンジェントシータの値は7分の3ルート7になります、はい、これが三角比の相互関係っていうのを使って解くやり方なんですがもう一つ、早く解く別解っていうのを紹介しておきましょう。はい、ということで別解に入りましょう。ポイントは三角比の定義を使って解けばもうこれは瞬殺なんですね。では定義って何でしたかというと直角三角形があって右に直角左にシータがあるときにサインシータコサインシータタンジェントシータっていうのはそれぞれこういう辺の比になりますよというのがそもそもの三角比の定義です。では覚えにくいですよね。これも覚え方があって、S このサインシータの頭文字 S これを筆記体で書くとこういう形になりますね。これが S でコサインシータの頭文字 C を書いてあげるとこうですね。でタンジェントシータの頭文字 T を書いてあげるとこうですね。これをこの直角三角形に書き込んであげてサインシータっていうのはここに S の字を書いてあげて R 分の Y です。コサインシータっていうのはここに C の字を書いてあげてヒュッ R 分の X です。でタンジェントシータっていうのはこの直角三角形に T の字を書いてあげて T
タンジェントですね。ですので x 分の y になります。これがサイン、コサイン、タンジェントの覚え方ですね。ではこの考え方を使ってこいつを一瞬で解いてみましょう。まず直角三角形を書いてあげて、シーターがあってサインシーターが4分の3なので、S の字をここにヒュッヒュッと書いてあげると4分の3になるはずなので、ここの値が4、ここの値が3になるわけです。ではここの長さっていうのは三平方の定理で求めれますね、X としようか。はい、では三平方の定理より4の2乗は X の2乗足す3の2乗で、 X の値はどうなるんですかというと、16、これ移行しましょう。マイナス9が x の2乗で、7イクオール x の2乗になりますね。で x っていうのは辺の長さなので x は0よりでっかいので、プラス側を取ってちょっと右辺と左辺入れ替えますね。 x はルート7になりますね。ですのでこの x の値ってルート7っていう値になるわけです。ではコサインシーターってどうなるんですかというと、この直角三角形ルート7、3、4において C の字を描いてあげれば4分のルート7になりますね。ですので、1番コサインシーターの値は4分のルート7になります。で2番タンジェントシーターはこの直角三角形で T の字を書いてあげて、タンジェントシータはルート7分の3になりますね。ですので2番タンジェントシータはルート7分の3で有理化してあげて、もう一気にやっちゃいますね。分母分子ルート7をかけてあげると7分の3ルート7になりますよと。ですのでこんな風に答えが一瞬で出ます。数学検定の一次っていうのは途中式を書かなくていいので、まあ、こっちでやるのが早いですね。ただ、相互関係の公式っていうのもものすごく大事なので、どっちもできるようになってください。はい、合格できる。